キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は月曜日ということで、今日月曜日よね。はい、ということで一週間始まっちゃいました。ドロンということで、いかがお過ごしでしょうか。だいたい日曜日月曜日はパキパキ結構しんどいです。はい知るかそんな感じで始まっております。今日のこちらの方面はですね、今晴れ間見えてるんですけど、昨日の夜雨降ってきてます。はい、晴れ間の中から雨、天気雨みたいな感じですかね。はい、天気雨ってなんか言ったよね。なんかよくあの会話で、今日天気やで、天気とかって言うたりしてるんですけど、よく考えたら、いや、天気やでってなんやねんって話ですよね。今日は晴れですねって、天気がいいですねとか言うのわかるんですけど、ね、もうバグっております。はい、そんな感じで始まっております。さて、バンクシャの吉野さん、イベントが終わって向かっておりますとか言ってね、次の土地へ向かってたんですけど、やっぱり滑り行ってましたね。はい、スノボを引っ提げて行っておりましたね。やっぱあれ車中泊用でベッドを作ってたんですね。はい、先日のあのストーリー見たんですけど、はい、ちょっともう去年ぐらいから何ですかね、ちょっと吉野さんコーナーがなくなってしまったんで、はい、1年ぐらいやってたんですかね。はい、吉野さんの追っかけみたいな感じでやってたんですけど、はい、もう本人がちょっとあんまり反応がないっていう方なので、やっても意味ねえなと思ってもう私の趣味で、やってたんですけど、はい、まあ、そんなことはどうでもいいということなんですけど、さあ月曜日ですよ。いやー、また始まりましたね皆さん。はい、ていうか今週から初めてじゃないですかね。年明けはもうちょっと連休またあったんですよね。3連休の人もいたんじゃないですか。はい、ということで今週から本当本格的に、仕事始めっていう気持ちになってるんじゃないでしょうかとかってね、はい、思うんですけど、いかがお過ごしでしょうか。しかし今年は暖かいですよね。はい、窓際マダガスカル の開墾系の植物が動いてるんですよ。グラキリスなんかも結構ええ感じに、なんか、まあ、徒長してるんですけどね。はい、多分だって先端しか動いてないですもん。はい、だから本当やったら葉っぱ落としたらもう全くなんですよ毎年ね。でも今年ちょっと違います。先端みどみどしてます。これ水やるべきとか思いながら、ただこれ水やってですよ、うん、今やないやろうが水やるのとかってね言われるような状態だと嫌やなとか思うんですけど、結構難しいな、っていう感じですよ今水やりするの。もうユーフォルビア系はもう一発やったもんね。ほんとこんな状況で水やるやないですか。何水くれてんねんって言ってもすぐもうブジャってなったりとか調子悪くなったりしてましたもんね。あ、先日もちょっと色が薄くなったリキアンをもう10円にバンとかってやったんですけど、とりあえずどうなんやろなとか思って、で昨日雨降ってるでしょ。はい、だからちょっと自然の恵みで頑張ってほしいなって今思ったんですけどね。はい、困った時は庭に埋めろそんな感じですね。はい、もう園芸やる資格ねえよこのハゲはって感じでね言われそうですけどね。はい、じゃあこの続きはまた後で。パキパキさんのおやき続きですということで、お腹周りがなかなかぼよぼよなパキパキでございますが、皆さんのお腹周りいかがでしょうか。は
腹巻き効果ねえんかな、わかんねえなって感じですね。これよくわかんないです。あ、結構あったかいねっていう感じもなく、なんなんやろうなとかって思うんですけど、結構強制的にこうギュッとこうなんないですか、これを着ると筋肉ムキムキになるぜシャツっていうのも一回騙されて買ったんですけど、なるわけがないというね。はい、コツコツ筋トレなり、私のフォロワーさんでアキラさんっていらっしゃるんですけど、ベンチプレス100キロですかね、上げるっていうことで、いつも頑張ってる人がいるんですけど、やっぱそれぐらいねやらないとムキムキにはならへんねって、まあムキムキにはならなくていいので、お腹周りだらしないから、ちょっとそこらへんちょっとシュッとして、でちょっとやっぱ腰に負担かかるわけですよ。だからそれね、ちょっとどうにかならんかなって思っとる次第なんですけどね。はい、まあでも食欲があるとですね、飯がうまいとですね、はい、もうどん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 、はい、もう本当わがままボディになってしまいますので、はい、もうどうなんて感じですけどね。はい、さて、あとはどうでしょうか。ちょこちょこライブ回ってるみたいですけど、フォロワーさんのトニーさんですかね。今もう前は植物結構ハマってたんですけど、最近はもうほぼ、100% キャンプ関係のね、はい、人になってしまってっていうことで、方彼女さんでいいのかな、なんとかさん、レイコさんかな、リカコさんかな、ちょっとごめんなさい、一応フォローさせてもらってたみたいなんですけど、はい、その方とよくちょこちょこと、ライブ映ったりとかなんかしたりしてる感じですけどですね、はい、で私ちょっと入ってもですね、はい、全然話絶対合わないよなと思うので、なかなかちょっと顔出しづらいんですけどですね、はい、一緒にやれやライブとかで前みたいな感じであればですね、前何回かやったんですけど、今はちょっと状況が違うでしょうからね、はい、悲しいのネタもなくという感じなんでですね、そこへどうなんかなとかと思います。はい、さてまた1週間始まっちゃいましたね。私は明日まで頑張れば、とりあえず水曜日ちょっとお休みいただけるのかなとか思ってるんですけど、なんじゃ大したことないことをしてもやっぱ疲れるんですね、人間ってね。はい、なんかなとかって本当思うんですけどですね、はい、まあ1月はいいですよ、地獄の2月がやってまいります。2月なぜか、はい、2月が一番、短いっていうのもありますしね、仕事、物が売れない時期っていう感じで、だからこれでちょっとどんな感じかなとかでもそれ毎年2月苦しんでるんですよね。はい、でしかも私誕生日でしょ、はい。どんな時に生まれてんねんとかですね。あがこさんが2月の2月の7日やったかな、7日か6日か、6日6日俺か、なんか8とかそんなかそこら辺の感じやったですよね。近いですね。まさきんさんは同じですね、はい、であと福山雅治さんも同じですね。知るかって言われそうですが、はい、そんな感じでございます。もう49になろうかしておりますね。はい、もう子宮なんとかしてほしいっていう感じですけどですね、はい、まあ、知らんけどっていう感じですかね。はい、じゃあ明日は火曜日ということで、皆さんまだ始まったばかりで、超だるいっていう感じでしょうけど、頑張ってください。ざまみろですね、頑張っていきましょう。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうかと思います。お疲れ様です。 Take it easy。